した。それでは今日のゲームをハイライトで振り返ります。第一マッチはダブルスです。日本ペイントマレッツはオン・ティンウェイと加入したばかりの中国人プレイヤーラン氏、トップ乙女ピンポンズ名古屋は鈴木梨花、安藤美奈美、専修大学時代に大学ナンバーワンに輝いたペアです。日本ペイントペアの方はコースをついたりボールの緩急をつけたりミスの少ないプレーでうまさがすごく際立った試合になったと思いますね。ラン選手も2試合目ということで落ち着いたプレー、自分の持ち味、はい、すごく出ていたと思います。回転量の、ね、多いドライブもありましたしね、はい、ゲームカウント2対0、ラン氏にとっては T リーグ初勝利でした。そして第2マッチはシングルスです。名古屋は韓国人プレイヤー、韓国ナンバーワンプレイヤーのソ・ヒウォン・カットマンと、日本ペイントマレッツは昨日木下アビエル神奈川戦でビクトリーマッチで石川佳純に勝った加藤美優でした。これは非常に見どころがありましたね、はい、どちらが勝ってもおかしくない試合でしたけどもね、序盤は加藤選手のペースで、で途中からこのソ選手が作戦を変えて攻撃ですね、このように決めてまたペースを自分のペースに持っていけという、すごく見応えのある試合でした。そうですね、はい、勝負のポイントはどんなところにありましたか。そうですね、ソ選手のこの横回転のサービスがよく効いたところと、ナックルカットですね、ナックルカットもよく効いていましたね、はい、そうですね、この3球目攻撃が決まるというシーンが非常に多かったです、はい、攻撃を織り交ぜてからペースをつかみましたね。加藤選手も非常に落ち着いたプレーだったんですけどね。そうですね、はい、最後のボールもナックルカットでした、はい、オーバーミスにつながっています。そして第3マッチ、名古屋はシングルス現在3連勝中の地元出身の安藤美奈美、それから日本ペイントマレッツは香港のリホチンとの対戦でした。序盤は安藤選手のスマッシュが炸裂してバック面の表ソフトラバーの変化も聞きまして、あ、これはどっちに来るかわからない試合だなという感じだったんですけども、途中からリー選手の方がバック面のボールにも慣れて、持ち味のフォアドライブですね、炸裂しましたね、はいはい、随所に安藤もらしさは見せましたが、はい、やはりこの競ったところでのレシーブの思い切りの良さだったり、自分の持ち味を出したところというところが勝敗に関わりましたね。そうですね。そして勝負の行方は第4マッチへと突入します。名古屋はキャプテンの森園美咲、そして日本ペイントマレッツは世界ランキング10位、シンガポールに帰化しましたフォン・ティンウェイ。この試合もフォン選手が序盤バックに長いサービスから森園選手の卓球をさせずにワンサイドゲームとなるかなという感じだったんですけども、3ゲーム目から森園選手が得意のフォアハンドをたくさん生かして勇気のあるプレーをしたところで、いい試合になりましたよね。そうですね、はい、最後は本当に互角の戦いになったと思いますね、はい、いかに自分のプレーができるかどうかというのが勝負のポイントになりましたね。本当の最後このフォン選手サービスいいところで効いているのを使いましたよね。はい、ゲームカウント3対1。